他なんか質問ありますか？はい、じゃあないようなんでね、楽しんでいきましょう。おやすみなさい。役職をお選びください。選択しない場合、余っている役職がランダムで振り分けられます。あなたの役職は、狩人です。夜が更けました。人狼に気をつけてください。夜が明けました。昨夜は誰も死にませんでした。発言ターンに入ります。7番のプレイヤーが発言します。ありがとう。まあいいや。はい、おはようございます。村人陣には特に死はないです。そうっすね。狼が3人いて狂人がいない村ってことで、まあ、ラインっていうのは見やすいのかなと思ってます。で、占い師の方は、そうか、占えんのか。はい。で、まあ、初日はいいんですけど、二日目以降は占ったところの理由をちゃんと述べてください。なんか、めちゃめちゃ、なんか適当に占って黒でしたって言われても、あまり信用できないんで、そこはちゃんと理由付けていってほしいなと思ってます。で、思考開示として、進行論じゃなくて思考開示します。ちょっと進行論わかんないんで。はい。なんだろう、そこを黒く見た理由について、その1日目2日目とどうその思考が移り変わったのか、占い師結果とかで、そこがおかしかったらそれを黒要素として私は取りたいと思ってます。だから、ただ単純に把握漏りしたから黒いって発言はそんなに飲み込めないかなと思ってます。以上です。8番のプレイヤーが発言します。はい、8番村人陣営使用なしです。お願いいたします。7番さんの発言の中で別に怪しい点はないし、しかも7番さんの良かったことは、占い師に関して、なぜそこを占ってなのかっていうのは、私も同じように知りたいなと思いました。そんなもんですかね。はい。私は7番さんと別の話しなきゃいけないんで、おそらく、どこか、魔女さんがどこかを蘇生してくれてるんですけど、その場所を知りたいなっていうのは、純粋に思いますけれども、まあ、名乗りで出る必要はないと思いますよ。はい。そんなもんですかね。ただ気になるは気になるっていうのは、それは本音です。はい。まあ、一旦座りますかね。お札飲みませんけども。ただ人気ばっかりしかやってなかったんでね。新旧すらあんまりやってないんで、楽しみです。よろしく。9番のプレイヤーが発言します。はい。おはようございます。村人陣営、特に CO ございません。7番さん、8番さんともに発言把握いたしました。7番さんの発言聞いて特におかしなところ等々は感じませんでしたので、2週目の発言に期待しております。8番さんは魔女の蘇生位置が知りたいという発言しかと把握いたしました。8番さんは魔女の蘇生位置が知りたいんですね。把握いたしました。私の中でですね、村人陣営の方に、まあ、今村人陣営の方に語りかけますね。狼3人いるんですよ、この場面って。狼3人いるんですよ。地神としても蘇生されてるんでね。狼3人いるんで、思考ロックだけはやめてほしいんですよね。村同士で殴り合うともう負け確なんで、初日で。うん、なんで、情報更新をどんどんしていってもらってですね、単体精査で、思考ロックせずに、広い視野を持って考察していけたらなと思います。私も含めて。はい。村人陣営の方、頑張りましょう。以上です。1番のプレイヤーが発言します。まあ、とりあえずもうここまで来たら6番さんの位置で55秒に両挑みしましょうって話かな。で、7番さんから、まあ、思考解除結構あったんで、思考の中は分かりましたんで、2周目しっかり考察してほしいなと思うぐらいですね。単純に、初日の占い師の方の占いの理由はいらないって言ったけど、初日の占いのどこを占ったっていうのは結構重要だと思うんで、そこら辺はちょっと違うなと思ったけど、まあいいです。7番さんの考えがあると思うんで。で、8番さんに関しては別に8番さんも暇女が透けちゃってるから、多分人狼目線
人狼目線って8番の魔女が透けた、非魔女が透けてるからどうのこうのってないんですが、あんまり役がないよっていうのはあんまり言わない方が、人狼目線ね、多分混乱すると思うんで、多分、まあ、8番さんね、村か人狼か分かりませんが、多分そういう発言よくないなって思いました、単純に。で、9番さんに関しても、2周目ですね、完全に。なんか、発言伸びないからね、占いが出ないとって思うけど。2番のプレイヤーが発言します。はい、よろしくお願いします。もう1番さんが言いたいこと全部言ってくれた感じなんだけど、別に私みんな印象悪くはない。ただ8番さんの非魔女が透けたから、逆に8番さんが魔女しようとかしたら確定で2世ぐらいでいいんじゃない?それ以外はみんなもう普通かなって思ってる。占い師も出ていない盤面なんで。みんなおのおのちゃんと自分のなんか考え方とか言っていて、印象自体は良かったと思う。非魔女透かすのは8番さん、それはちょっと、ムラリはないかな。そんなもんか。だとしたら8番だけちょっと印象悪いぐらい。でも、狼陣営だったら8番ってそれするメリットってマジでないと思うから。だからって白を切っては安易にはしないんですけれども、印象は良くないぐらいですね。占い師が出てきてから考察ちょっと頑張っていきましょうか。3番のプレイヤーが発言します。はい、よろしくお願いします。村人陣営でした。自分が引っかかったのは、8番と2番の発言かな。まず2番に関しては、8番がね、魔女として出たら認めないっていうふうに言ったけど、魔女って乗っ取りができないし、仮にね、じゃあ、2人魔女が出てきたら、夜のうち毒殺、新魔女が、偽の魔女を毒殺すればいいだけだからさ、別に8番が、真の魔女かどうかなんか、追う必要がないっていうところと、あと8番がね、皆さんいろいろ、言っていたけど、俺が8番に引っかかったのは、蘇生位置どこかなって気になりますっていう発言がさ、今からその質問する必要があるのっていうところがすごい気になったかな。なんかこう、なんつうんだろう、蘇生位置を気にする、どうなんだろうねっていうふうに思ったけど、まあいいや、とりあえず6番さんのところで55秒。4番のプレイヤーが発言します。ございます、村人陣営です。ということでそうですね、まあ7から触れていくとしたら、7はまあ初日の位置で、ちゃんと占い師のその占い先なんで占ったのかっていうのはみんなが言ってた通り、白かったかなと思います、発言的にはね。で、8番に関しては、俺が思ったことって言うんだけど、その、蘇生位置を知りたいしか言ってないんだよね。地神は追わなかったんだと思って。で、まあ、9番が単体精査。で、1番からドーン進行っていうので、1番もやっぱり、その発言は結構でかいんじゃないかな、と思って、その位置だしねっていうところで。で、2番に関しては、あれ ?2 番ってさ、8がその魔女だったら、魔女で信じるって言ってたけど、3番ってそれをねじ曲げて、魔女としたら認めないって言ってなかったっけ?あ、ごめん、時間足りない。すいません、2周目ですね。はい。5番のプレイヤーが発言します。ドーン進行は何のためにやってんの?ただ濁るだけじゃないの。一周無駄になるだけなんだけど。魔女がないことを透かす人もいれば。困ったね。ドーン進行だからよくわかんない。必要がないことで、普通に占い師は1周目から出りゃいいし、潜伏したかったら2周目。初日に出ればいいんだよ。占い結果とか占い理由?まあ、それは好きなようにすればいいんだよ。話したかったら話せばいいし。って思うけどね。困りましたね。結局、ドーン進行を取ったってんだったら、こういう風に濁ったんだったら、1番と3番が責任取って。ドーン進行で。考察がもうわけわかんなくなりましたよ。2周目から出られてどうやって生活も。この1周が無駄になるよ、ほんと。責任取って。6番のプレイヤーが発言します。はい。じゃあ、まあ、自分も出すよ。自分も持ってるよ。カード。はい。あれ ?4 黒。あ、3番対抗なのね。オッケー。はい。自分左占い、7白。で、3が占いで4黒ね。はい。
3番が4黒。ローローで黒を出しているっていうことは、あるのかね。わかんないけど。まあいいや。じゃあ、自分は左なので七白だったんだけど、3、4のランでまず行く。うん。まあ3、自分目線は3人外だから、3行くよ。6はね。でも、どうなんだろうね。4が釣られた時に3が死んで残ってローローンもあるのかなと思う。はい。7番のプレイヤーが発言します。はい。ドン進行はね、あんま良くないと思ってます。6番の発言潰すことになりかねないし、1周目で発言、議論が活性化しないと思ってます。で、8番に対する3番の指摘は良かったかなと思ってます。まあ別に3、6どっちが進化っていう、それで精査はできないと思ってるんですけど、まあ仮に3が進んだったら4、6、ローローっていうのは確定していて、残り1ローを探せばいい盤面って感じですね。そうっすね。俺9番の発言は、まあ触れなくていいと思うけど、いい。あのね、ちょっと気になるところがあって、それについて1番さんが触れなかったのもなんだし、1番がドン進行言ってるのに占い師が出ないと発言が伸びないって言ってるにもかかわらず、1番からその役職出さない進行を提唱してるのはちょっと違和感を感じました。はい。で、2番さんは1番さんに丸のっかりして、9に触れることもっとあったと思うんだけどな。あんま言っても意味がないかもしんないけど、9って村人陣営は頑張ってくださいって言ってて、なんかな、なんか、うんうんうんって感じだったんですよ。まあ、これあんまり触れなくていいな。なんで、1、2番については9に触れる必要があったと思ってるし、1番の進行論はちょっと若干矛盾を含んでるかなと思ってます。で、5番についてはその進行に対して文句しか言ってないので、全く色落ちがないです。はい、そんな感じですね。今日進行的にはどうすりゃいいんだろう。4つるかグレー行くかって感じですかね。はい。以上。ちょっとごめんね。1、2気になってるとだけ落としておきます。以上。8番のプレイヤーが発言します。7番さんは1、2なんですね。私が気になってるのは4番さんなんですけどね。というのは私ね、確かに、ね、暇上質化してしまって、ムラリのないことをしてしまったかなというふうに、1周目の発言で反省はしてるんだけれども、まあ、1、2、3と来て、3までの話は私なんとなく言ってることわかるなというのを聞いてたんですよね。私も確かに。魔女ではないことを宣言しちゃってるんで、申し訳ないなと思ったんですけど、4番さんの、最初に、ローの地神は追わないのってことを言ったのは、あ、なかなか最初鋭いなと思ったんだけど、4番さんの3人に関しての話がね、ちょっと、多分私に対しての話も関係あると思うんだけど、ちょっと、変化球で4番さん取られてるなっていうふうに思ったものですから、4番さんちょっと違うんじゃないのと思ってしまったのが素直な印象です。今のところ、あとは分かんない。以上。9番のプレイヤーが発言します。まあ、8番さんが言いたいのは、要するに4番さんが発言ねじ曲げて3番のことおかしいって言ってるのがおかしいって言うんですよね。4番さんだって話聞いてなかったですもんね、2番3番の発言。多分。うん、2番さんが8番さんが占い、マジョル出てきても、絶対に死んではおかないですよって言ったのを3番は、いやいやみたいな話をしたんですよ。で、4番さんは3番さんに、8番さんが死んで、よくわかんないです。なんか、真逆のこと言ったっすね。4番さんは2番3番の話を全く反対の意味で捉えてました。まだ話聞きたいなって思ったぐらいですね。で、6番さんの目線で3、4の老老学校を追うんすね。ってことは、6番さんの目線で4番さんがおかしいって感じたことが少なかずあったってことですよね。なかったのにその発言してんだったら、どうなのかなって思っちゃいましたけどね。7番さんが、村人に語りかけるみたいなのが人外に見えたみたいな話をしてるんですよね。まあ、それでいいでしょう。で、1、2番さんに関しては、特に1周目に関してはおかしなところございませんでしたが、なんか7番さんが言ってたのかな、1番さんが、まあ、占いしないと全然発言伸びませんよねっていうのに、どん進行進行するのはどうなのかと。まあ、確かにそれは確かにそうですね。言われてみればそうですね。1周目に関しては私思わなかったけど、そう言われるとなんか確かに1番さんどうなのかなって思っちゃいますね。ただ、まあ、一番印象悪いのは、5、4かな。5、4。でも4番でいいと思います。4番さん発言聞いてないってのもありますし、まあ、順序おかしいなって思った順序で言うなら4、5を、まあ、じゃあ今、7番さん話聞くなら1。で、5番さんはなんか文句しか言ってないんだなって感じですね。なんか考察できないのを人のせいにしてるのかなって思っちゃいました。村上だとはきついなって感じですね。はい。じゃあ今日4か3どちらかに行きます。1番のプレイヤーが発言します。
なんか人狼が俺を黒塗りしてるのかどうか知らないけど、村人が俺を黒塗りしてるのか知らないんだけど、占い師が出ないと発言伸びないなぁと、まあここまで来たらもうドーン進行でいいんじゃないですかって話は別物で、もう俺の位置まで占い出てないんだったら、例えば2が3に黒とか3が4に白とか言ったところで発言伸びるのって後半の2、3人だけなんで、ドーン進行がいいんじゃないですか、もしかしたら破綻するかもしれないしっていう話を、まあ、話っていうか、もうそこまで言えればいいんだけど、そこまで時間ないから、ね、2周目なんて。なんか捏造っていうか、なんか捉え違いをして、俺をくのりしてるのかどうか知らんけどね。まあ、なんかね、単純に魔女出ないんですか？あと一つ言いたいのは。8番さんなんて魔女、蘇生地めちゃめちゃ気になるって言ってた 1回目の話で、魔女の蘇生地も気にならないのかなって単純に思うんだけどね。9番に関しても、俺が、ああ、そう言われてみれば黒く見えるとか言って何を言ってんだろうっていう。まあ、この盤面だから、占いの単体精査っていうのは、盤面上だと、どっちもどっちなんだよね。3が4に黒って別に破綻したところで何とも言えないし、もう 4番が、結局魔女出てないってことは4番で破綻してる可能性もあるし、魔女がなんで出ないのかも俺には全く理解できないけど、蘇生地ぐらい言ってほしいけどね、単純に。いや、非魔女って言ってもいいんだけど、魔女が出てこないと、そもそも話進まないからね。まあいいや、とりあえず4行くか。マジか、出てこない以上4番線に行くしかないと思ってます。ただ3が C に見えるわけじゃないです。単純に。別に黒出しとかはできると思ってるんで、6に関しても新芽があると思ってるわけでもないです。4に行きます。2番のプレイヤーが発言します。1番さんの微妙なところって、魔女出さないと考察ができないっていうのは別にそれは村人陣営だとしてもそうだけど、だとしたら6番さん占い師なのに魔女の蘇生位置とかそこ気にせずにさ、4番さんのこと黒って言われて、ああそうかってすぐ納得してたのが一番おかしいと思わなかったのかなって思いました。現状私は4番さんローで6番さんもローじゃないかなって思ってる。3番死んでいいと思ってる。でやっぱ1番さんのその6のことを新下げっていうか新目ないところ上げなかったのが違和感だったです。一応もう、次3番さんの発言なんで言うんですけど、自分魔女で9番蘇生です。9番さん発言もめっちゃ普通に村人だったし、9番さん地紙っていうのはないかなと思ってます。出ても出なくてもどっちでもいいかな、この場面って思ったけど。現状461で見ちゃってるかな。7番さんもそこ非魔女って言って、魔女出しの進行言ってるし、まあ、158で言ったら、5番さんも、5番さんがローだった場合、出ても出なくても、どっちでもいい盤面だとは思うけど、発言の内容が5番さん、内容がなかったから、そこはあんまり印象良くない。8番さんは、最初に暇女すかすっていうのは、ムラリはあんまりないけど、結局発言の内容には、特に黒要素感じてないから、3を死んでおいてます。15をどっちかに最後いると思って。3番のプレイヤーが発言します。はい、お願いします。魔女出ることめちゃめちゃ大事だからね。魔女乗っ取りあるからということで、魔女も1角2番、よろしいですねということで、対抗のね魔女いるなら出てきてもいいですよ。まあ、ただ2番に毒殺されるだけだと思いますけど。で、5番さんがドーン進行で、ダメだと考察ができないと放棄されたけど、俺はドーン進行は超意味あると思うよ。あ、知ってる知ってる。2番が1画させただけ。それで、なぜかっていうと、俺は4の黒結果を知っていたわけだから、少なくともね、4黒ですっていうだけだと、ただ単に1人外しか、炙り出せないことになっちゃうでしょ。ドーン進行することによって、4番以外で、占いが出てきたら、俺目線、もう2人外が露呈するっていうことだから、この盤面、ドーン進行っていうのめちゃめちゃ強いわけ。で、次俺7番さん、占うからね。7番さんがね、仮に、ローだったら、それであれだしさ、隠し城作れたら村として強いしさっていう話だし、あとね、一番怪しいの、一番ね、このドーン進行のあれで、少なくとも俺黒結果持っていて、仮にね、仮にっていうか、9人盤面で3人狼いるわけでしょ。仮に俺が人狼だとしたら、残り2人相方がいて、6人村がいるわけ。6人村の中に2人役職がいるから3分の1で破綻するんだよ。3分の1で。そんなリスクを負ってまできちんと黒を落とせますかっていう話よ。人狼だったら。その3分の1行くよりは白行った方がいいからね。
っていうところで、破綻したら超弱い盤面だからさ、あの普通に、あの占い師一角もするわけだし、4番、あの4番はもう確実に、あのあれだから。で、3、4で見るんだったら、もうどうぞ見てください。ただ4番全然いけるから、4番ね、よろしく。4番のプレイヤーが発言します。まあ、俺は3行くんだけど、7番って、その占い理由を言ってくれって言ったのに、3番ってさ、正直、なんだろうな、3番の黒要素で言ったら、その自分を納得してもらおうっていう感じ必死になりすぎて、理由を言ってないんだよね。6番ってちゃんと理由言ってたよね。で、そうだな。まあ、2魔女で、で、9蘇生でしょ？9番はしっかり俺の指摘をしてくれてるから、それに関しては、9の地神はないんじゃないかなって俺は思ってる。って考えると、まあ、3、ローで、8、1、5になるんだけど、5番が、ほんとみんなが言うように、ただただなんかすげえ、いや、それおかしくね、おかしくね、おかしくね、しか言ってないんだよね。まあ、2周目でなんて言うかっていう感じだけど、1番か、いや、まあ確かに、いや、俺、でもさ、この場面で魔女って出させる必要性ってあったのかなと思って。みんなは俺を釣りに来てるからこそ、村はみんな魔女出なかったんじゃないのって思ったから。だから2番出なくてよかったんじゃないのって俺普通に思うんだけどね。そこら辺どうなんだろう。潜伏の方が良かったと思うけど。まあ、今の状況で3、6、8、1、5。難しいな。3位ってください。5番のプレイヤーが発言します。まあ、1番でいいんですよ。もう魔女を透かす。ドーン進行を取る。もう人外なんだから、行動は。反省を流すために1でいいんですよ。4はわかんないし、俺も。3も真なのか4が黒なのかわかんないけど。1の行動は明らかにおかしい。魔女を透かす意味なんて全然ない。騎士透かしと同じだから。それ村でやってるなら反省を流すために1釣りでいいんだよ。で、1が村だったらしょうがないんだよ、もう。みんなが怒りの制裁釣りして、1番に理解させる。ドーン進行とは、人外がやる手段。村がやってはいけない手段。そしたら、考察が濁って意味がない手段。やる必要すらない。普通に発言精査すればいいゲーム。占い師が出たいタイミングで出ればいいだけ。そして魔女を出させる場面では一切ない。魔女が出たいタイミングでやるべき。それはそうでしょ。一番何の立場で言ってんの？魔女出させるとか、ドーンとか。占い師でもない、魔女でもない。このグレイチで言ってるなら、それは一番が黒いよ。だから責任取ってくれればいいんだよ、一番が。一番が村ならしゃあないってことだよ。人狼殺の教科書である5番の指示に今度から従いなさい。ドーン進行は一切言わない。そして、魔女は透かさない。魔女に出方は任せる。魔女を信じるプレイ。教科書に反してるんだから、1でいいでしょ。6番のプレイヤーが発言します。5番さんはドーンが嫌いなのね。今日はもう3、4のランでいいと思うよ。まあ自分目線は3、4、ローローの可能性もありそうな感じだなと思って見てたけど、まあ自分目線は確実に3がローだから3行くよ。で、1番さんは、5番さんと1番さんは進行論が全く違っていて、まあどっちも言うことはあるなと思うけど、1番さんは村でいいと思うよ。ドン進行は狼にとっては不利だと思う。自分はドン進行でいいなと思ったけど、ただ、3が4黒打ったからといって、3人も人狼いるわけで、3が破綻したとしても、そこで、なんていうの、3が釣られればいいことで、あと2人狼いるわけでしょ。で、4番さんが、3、4、ローローの可能性もあるけど、3、4、ローローだったら4はローで出ないと思うけど、4が、3が、4が村だったら、
ああ、どうなんだ。3、4ローロ、わかんないな。とにかく今日は絶対3行って。で、まあ、2番さんは、3釣られたら6を、打てばいいよ。全プレイヤーの発言が終了。俺の刀、見なかったか？投票が終了しました。追放されるプレイヤーは4番の遺言を発表してください。難しいな。5-1どっちか役職あるからこその発言なのかな。確かに5-1に関してはどっちも信念を自分のね言いたいことを言ってるし、うん。3がどこにつながるか。5-1。俺目線もう8は確定だから。5-1難しいな。教科書まで言っちゃってるからね、5番に関しては。人狼の教科書だから俺って。言ってて。で、5番は1に行ってんでしょ？で、1は4番。今、1番的には5番の発言をどう思ったのかなと思って、もう1釣りしか言ってない状況で、あ、自分が釣られないと思ったってこと？やっぱり魔女は出るべきじゃなかったよ、マジで。本当に。それに関しては5番に対して俺思うけどね。いや、その通りだよなって。ムラリってないんじゃないかなって普通に思う。いや、確かに、魔女確定することで、魔女釣りは避けれるけども、で、蘇生市の話もできるけどね。夜が更けました。人狼に気をつけてください。明けました。昨夜は2名の家の方が亡くなりました。6番のプレイヤーが発言します。ん？ 5 番が死んでるぞ。マジで2番って、頭どうかしてんだろう、おめえをすかしたやつの1番に毒盛らないで俺に毒持ってるって何考えてんだこいつ、この魔女は。マジで何考えてんだろ、こいつのプレイ。お前は人の心がないのか。お前のことを守ろうとした人間に毒持って、何考えて俺に毒持ってんだよ、こいつよ。え？そうだよね。3が人狼に襲撃されました。え？マジでありえねえだろ、もうよ。あれ？ 2 番。何考えてこんなプレイができんの？ちょっとまあいいや。役すかした人間の方に毒漏れないで、俺の方毒漏るってもう何考えてんの、こいつ。だから役に立たねえんだよ。で、8が。1に毒持って負けたら納得でいいんだろ。なんで俺に毒持ってんだよ、まずよ。自分目線は、もう、9か1なんだよ。それで終わるんだよ。でも、9蘇生でしょ？一番さん？9 の初日の地紙か、1黒か。
だけ。だって、4死んだでしょ ?3 死んだでしょこれ3時神。うん。今日、もうとにかく91行けば終わるよ。勝つよ。うん、わかる。で、2番さんはなんで殺されてもいないの ?5 が打てるんだ。7番のプレイヤーが発言します。はい。ちょっといろいろ言いたいことあるんですけど、そうですね。4の狼は硬いと思っていて3が死んだと思ってます。4番の視点で2を、魔女出したことによって無駄利がないって言ってるんですけど、確実に4番って今日釣られる位置なんで2が釣られる心配なんてしなくていいんですよ。というところで4番の視点が破綻してます。で、6番はルールが分かってないのか知りませんが、3、4ローロー、9、1にラスローがいるって視点がマジで意味わからないんで、普通に4、6ローローだと思います。ただ3が噛まれてる以上、疑われるのは俺だと思っているんで、そこは、疑ってくださって構わないですが、発言で普通に勝ちたいと思っています。で、9番役だと思ってます。はい。役じゃなかったら申し訳ない。俺、スムラね。はい。で、2番が5番毒殺したことに関しては、6番に対して狼だと思うけど問いかけるとか語りますが、普通に毒殺は殺されてなくてもできます。で、5番で普通に狼が落ちてる可能性もあるにもかかわらず、なぜ6番は3、4ロールで繋げたのか意味がわかりません。なんで、8に白打ったところの理由も言ってくださいって言いました。俺は初週はいらないって言ったけど、2日目はいるって言ったんで、そういうところからも6番さんの視野は全く追えません。4番が黒いことからも。はい。そうすると、私目線、ラスロー6。まあ、ただ4、5、6のハッピーセットには全く見えないんで、6釣った後1釣れば勝てるんじゃないかなと思っています。はい。ただ、9が役職だと思ってそう言ってる視点なので、それが違くて5番が、なんだろう、狩人だったら申し訳ないって感じです。はい。今日は6一本してです。以上。8番のプレイヤーが発言します。はい。役職言います。私、素です。素。はい。そうですね。6番さん、私、白だから、6番、真かなってもあるけど、あるかなと思ったけど、3、4で黒囲いはないんじゃないの、やっぱり。やっぱ4、6が本線じゃないのかなと思うけども、4、6にプラス1、9のどっちかに狼がまたいるんじゃないかなっていうのが私の普通の考えで、7番は全く疑ってないんだけれども、7番は置いといて、1、9どっちかに反対いたら出てきてもらいたいんだな。ダメかな ?9 番さん、1番さん。9番さんがハンターって出てくれば完全に9番さん、村陣営で単なるハンターってなるんだけどさ。1番さんがハンターって目もあるんだよね、俺の目から見ると。だって、5番さんが噛まれたらさ、絶対5番さんってあれでしょ?スキルが発動するはずでしょ?だから5番さん違うんだよ。ハンターじゃないんだよ。2番さん毒は漏れるから、ね、違う。魔女の毒だけは、スキルが発動しないの。だからもう2番がもう第1000番。もうこの女魔女はいらないの。2番を守った人間を釣るって言って、もう毒持ってた。自分を透かした人間に意地でも毒を盛るんだろ、人八を。何考えてんだ、この魔女は。6つって、いやでも、いや、出た方がいいっすね。ちょっとダメっすね。7、8、1、そこまで色落ちできてないんですよ、私目線は。私がなんかこの発言するあれ意味ないかもしれないですけど、私ハンターじゃないですよ。カリウドって言うんでしたっけ?カリウドじゃないですよ。発言だけ取ったら、いや、8番も別にね、白くも黒くもないよなぁ。1番さんは昨日、なんだっけ?誰かに狼が黒塗りしてきてるうんたらかんたらみたいなことで別に黒塗りはしてないんだよな。まあ、ただ7番さんが言ってるのは納得したんで、ああまあそうなると1番さんも怪しくなるのかって納得した私がいただけですね。まあ6つって、6番さんが死んだった場合ってもう1番さんが間違いなく狼なんですよ。なんで6番さんは、狼1ちょっと言ってもらっていいですか ?3、4はさすがにないでしょ。追って3、5でしょ。どう考えたって。だって、6番さん言ってるのと3番が4番に黒だし、初日に相方を釣らして、しかも次の日、地神してるって言うんでしょ。それは無理でしょ。で、6番さん、私、村人なんで、6番さん目線、だって7、8、章なんですよね。で、1番さんのクロス、新ギアに行ってください。でも、2000っぽかったら、ちょっとまたいろいろ考えますけど。はい、以上です。1番のプレイヤーが発言します。さすがにちょっと頭に来たんで、言わせてもらいますが、5番さんね、死んでる人に言うのはちょっとあれなんですが、
この盤面で逆に魔女出さない進行なんて俺は絶対ありえないと思ってるからね。2番に関しても潜伏するならずっと出ないでおけよ。意味がわかんないから2番に関しては出るなら出る。ただ1番が人外なら乗っ取ってもいいんだけど、ね、で9番に関しては自害乗ってないからしっかり考えてくれ。5番に関しては必ずもう俺がスムラだから5番がハンターだったんでしょ。多分5番のこと打ってしまったんだよ。2番はハンターをで俺が人狼だったらハンター乗っ取るからね。ありえないからこの盤面5番多分ほぼハンターだと思ってる。で7、8の精査なんだけど、完全に8だと思ってる。4、6、8だと思ってる。7番に関しては、7番疑われる位置なんだけど、発言的には人狼探す意欲が感じた。8よりはね、完全に。8番に関しては、まずね、2番が黒いから、ゲームをやめた方がいい。心がないんだ、あんたは。8目線って4、6、5番っていうのは、あなたを守ろうとした人間なんだよ。1と8はあなたを7も追えるからね。さらそうとした人間で、7に釣り寄りすぎだと思った。その守ろうとした人間の方に毒を盛るなら、もうプレイヤーとしてまず人間として終わってんだって。人狼陣営人間性の問題なんだって。簡単だろ、人間として許せない方に毒盛りゃいいだけのゲームなんだ。心の違いで叩くのは、まだ全然おから違いだからね、5番に言っとくけど。うん。それで人狼乗りするのは、はっきり言って役職かもしんないけど、それはナンセンスだと思ってる。普通に4、6、8だと思ってますよ。俺は6番つった後8番に行こうと思ってる。まあ7つのセンサーはまだ若干だけど、ついてないけど8の方が黒いと思ってる。ぐらいかな。まあ7対3ぐらいで8番がだからもう心がないプレイヤーはゲームをしなくていいんだって。1か8に毒を漏れない人はもうお話にならないんだよ、もう。ごめんなさい。毒テロになっちゃいました。自分噛まれたと思って。5番、1番、どっちか毒殺しようと思って、発言伸びてなかった5番さん。1番、5番さんが、最後残った時厳しいかなと思っちゃったんだよね。ごめん、マジ5番さんごめん。カリュードか。で、でもやっぱ6番さんってどう考えても、狼にしか見えない。6番さんを死んで置けなくってさ、6番さん死んだった場合って、私が9番さん蘇生してるから、7、8、白だったら、1番さんがもう黒になって、1号黒黒になって、じゃあ、カリウドどこーってなるから。2番はね、ゲームしなくていいよ。発言が伸びてないからって、さすがに限度があるよ。9に、6にせらったら6に毒漏れよ。何考えてればそういうプレイができんの？あなたがやらなきゃいけないことは、1と8を意地でも毒漏るんでしょ。何考えてんの？発言の内容として、本当に何考えればそんなプレイができんの？すごい、だから負けんだよ。こういう魔女がいたら負けるんだよ。ただ1と8にあなたが毒持って誰が攻めんだよ。7だったと思うんだよね。魔女すかしたやつに毒持って魔女が毒持って誰が怒るんだよ。こいつが村だったらしゃあないだろ。もうなんで5番はどっちかと2番を守ろうとしたのに俺に毒持ってんだよ。8が残っていたら論外だろ。ここでもなんか心がなかったらゲームしなくていいんだよ。心がない人間なんかゲームしたって勝てないんだよ。勝てるわけないんだよ。1か8に毒漏れない魔女なんて。まず一か八に毒持って負けたらしゃあねえんだって言ってんだろ。村として間違ってるプレイヤーに、を釣るんだよ。昨日も騎士アーマーしたやつを俺は釣ったよ。騎士権限で、津村なのに騎士権限使って、村を釣ったんだから。たとえ守られたとしてももうそんなやつを勝たせるわけにはいかないと俺は判断して。そしたら村の奴らが俺を通報したよ。うん。人間の心を持ってゲームをしなきゃダメなんだっていう。精査もできない奴がまず精査なんてしてんじゃねえよ、まずよ。本当によ。おごるレベルだよ、さすがにこれは。おごる案件だよ。うん、これで。何考えてればこんなプレイができるんだろうっていうレベルだよ。わかったでしょ。で、自分は、わかんない。とにかく、キュート一応ローラーすれば終わるんだよ。それで、自分は一応9に行ったのが、だってさ、この盤面だと、3、だって、ハンター隠れてないんだよね。自分はハンターずっと潜伏でいいと思ってたから、2番さんにアンサーするけど、6番はハンターは出さない。使用上ね。俺がハンターだよ。みんなハンターって言ってねえから。使用上魔女が毒盛るとね、発砲画面が出ないんだよ。まあ、あっちは多分やってねえからわかんないかもしれないけど。4人の中に人気とかやってると思うからわかんないかもしれないけど、出ないんだよ。うん。でね、魔女がね、
これはさすがにね、悪いんだけどね、怒る案件だわ。ローで落ちてる2番を出させる方が悪いって言ってる人間を毒盛るんだったらもうゲームをやめた方がいい。心がない人間がゲームをしたら負けるんだよ。別にだってこれ間違ったプレイをした人間を釣るんだよ。たとえそいつが村だとしても間違ってるんだから。教え込むんだよ。そいつを教え込むのは負けさせ、負け、釣って、負けてでも釣ってあげなきゃ変わらないんだよ、そいつの心は。騎士アーマーして騎士権限使ってなんか村を釣るっていう。何考えてんだろうと思うわ。せめてアーマーするんだったら、自主投票に任せますだろう。人狼に気をつけてください。自分が好きなところに一票入れるのはいいけど、なんで騎士のふりして村釣んだよ。俺はもう釣ったよ、もう人外とみなして。何があってももう俺は釣ったよ。勝ち負けの問題じゃなくて、そんなプレイをしてはいけないってことを教え込むんだって。ドーン進行もダメな進行なんだって。間違った進行だ。うん。謝って許されるレベルじゃないだろうよ。俺が魔女を透かして毒を盛られるのは納得できるが、魔女を守ろうとした人間が毒盛られるって何考えてればできんだよ。心がないプレイヤーはやらなくていいんだよ、ゲームなんか。心で感じれば5番なんか圧倒的に村だろうよ。何考えてるなってレベルだわ。自分を守ろうとした人間を毒盛ってるようなようではもうゲームしなくていいんだよ、もう。ああ、この位置か、辛いな。8と1に毒持ったら納得できるんだ、例えば村でも。そうですね。いいんだよ、もう。魔女を透かしたんだから。6進して、まあ、当たり前ですけど。ゲームをしろ。心でゲームができなかったらやらなくていいんだよ、この。1老老しか残らないんで。心でやるゲームなんだよ。間違ったプレイヤーは釣っていいんだよ、むしろ。はい。間違ってないプレイヤーに毒持ってることが論外なんだよ、まずこれはさすがに。9の地紙はあると思いますよ、じゃなくて、あなた目線ないとおかしいんですよ。で、2番に言われたんですけど、3番の占い師って僕だったんで、だから3番噛まれてることは、俺が疑われる要素になるっていうのは自分で説明した通りです。で、残りのラスロー1なんですけど、俺9の地紙は追ってなく、さらに発言的に9は、俺村だと、まあ役職だと思ってたんですけど、役職じゃないんだね、ところで、はい。村人陣営って言い方はちょっと役職っぽかったなと思ったんで、はい。で、8、1なんですけど、若干8に傾いています。1番さんの5番さんに対するパッションは村パッションかなと思いました。ただなんか明確にこれが村だっていう様子は拾えてないんで、この後の発言を聞かないとわからないんですが、はい。ではこの、あれ難しいね。だって4、6って裏、狼を順当に釣ってってんのに、こういう盤面しか残らないっていうのは相当、大変な村に来てしまったなと思っています。なんで、8番さんと1番さんの発言聞いて、結構8番さんに、どうだろう、6、4ぐらいで傾いていますが、うん、1番さんはこの後黒いなんか発言をするとは思えないので、なんか8番に行ってしまいそうな感じです。はい。9番村だと信じてます。以上。8番のプレイヤーが発言します。7、1は俺に行くんだ。じゃあ村負けだね。負けていいのかな。じゃあ、お船手使おうか。9は俺も村で置いてるから、そうだな、俺柱するよ、柱。はい。9番のプレイヤーが発言します。いや、別に村で置いてないですけど。全然村で置いてないですよ、8番さん。ああ。じゃあ、6狼塾で考察したときに、6、1ってまあ弱いじゃないですか。だって7、8に白出してるんでしょ。無理でしょ。だって一番柱を追わないって初週話してんだから、私に矛先向けるのは無理でしょ。4、6、8で8番。いや今ね、死人の声を聞いてるんですけど、死人はね、若干7に傾いてるっぽいですね。死人はね、7に傾いてる。なんか3番さんからの声を聞くと、いや、これ7だよ、みたいな。聞こえるっすけどね。ちょっと待って。あ、そっか、でもこれ追加してる。いや、6、1はないだろう、弱いだろう、6、1だから、これでわかることは、4、6がローローだったらダタってことだよね。1外しました。2ローイだらピピで終わってるから、4、3番がシーンで、4番、6番がローね。走らしてる人にね、でも、ね。4、6、ローロー確定ね、これ。走らしてる。4、6は確定で、あと1人いるよ。魔女のせいで曲げる。魔女がもう先般になる。ちょっとな1、8の毒を盛らなければならないんだよ、あんたは。
1、8に毒盛らないで5番に毒盛るってありえねえだろ。日本語聞いてたか。いや、個人的な感情で言うと7っすよ。7っすけど。もう、何考えてればこんなプレイができんだろう。いや、わかんないっす。1番さん話聞いてきます。全然1に行く可能性もあります。はい。ちょっと好きなとこ入れますわ。1番のプレイヤーが発言します。9番は絶対ローはないと思う。完全に、ただ8がローだったら、そんなこと言うかなっていうのがめちゃめちゃある。ある。奥の手で走らしますって、奥の手じゃねえから、8が村で奥の手使って釣られた場合、負け格だからって思って。どうしようかね。いやー。7も1も8に来るんですね。じゃあ負けですね。じゃあ走らしますって、あなた戦う気あります？いや、マジで無駄だから。だったら7行くよってなっちゃう。いやー、それ。46まではたどり着いたけどね。走り発言の仕様もちょっとなしにしてもらえねえかな。じゃあなんで9番噛んだんだろうね。マジでそれも。なぜ9番を噛んだ、9番を占いだと思った人がいた？ 468 だった場合、8に白打つよりかは、俺に黒塗りしてきてる46は普通に俺に釣り押すから、多分8に白打ったんだろうなっていう考えと、7に関しては白打ちしたから、このままだったら8番打った方がいいのかなかなっていう考えがあったのかなっていう。難しいね。まあ2番の魔女のせいでせっかく、まあ、で6が囲うのせっかく俺が生き残っていたら、誰がを発砲できて3人盤面にできたんだけど。それで村上さんは、まあ、だから1でもいいから発砲して3人盤面にしてクリアにすれば1番は打たないで1か8しか打つところはないけど。もう一回聞きたい。だから結局、多分、そして、うん、僕、別に毒もられたのはわかるんだけどさ、自由じゃないんだって。あなたを出させた人間に毒を盛るんだよ。自分を出させて透かしたやつの毒盛らないで自分を守ろうとした人間に毒持ってる時点で謝っても許されないレベルだわ。やってはいけないこととやっていいこととかあるんだよ。間違ったプレイのやつを釣るんだよ。例えば発言が伸びていようがなんだろうが。まあ、魔女が悪いゲームだから、伸び伸びやって。7、8、9、1を特に、3人の村がね、ミスリードしてもしゃあない。これ2番を攻めればいいんだけど、ゲームだから。マジで使えない魔女のせいで負けたゲームになるから。魔女が悪い。村が負ければいいんじゃないかなと。5毒っていう時点で2番にはもう心がないんだもん。6と4は間違いない。心がないプレイヤーはゲームしなくていいんだって。じゃあ、どこが繋がるのかなって言ったらね、これ1じゃない気がしてきたんだよね。7の感じがするよね。だって、7番さんってただ便乗してるだけだし、俺も1番も、俺1周目魔女出てくれないかなっていうのを素直に思ったし、蘇生位置も知りたいなって発言してしまったんだよね。私、それ以外の黒要素ってありますかね。まあ、7番が何言ってくるかわからないけれども、私の黒要素7番さん上げてみて。7番も8番が怪しいっていう、怪しいだけじゃさ、俺反論できないからね。俺は魔女の、蘇生機を知りたいってはっきり言いましたよ。以上です。7番言ってください。7番のプレイヤーが発言します。はい。そうですね。クルヨスとしては1が怪しくなくなってきたって発言がおかしいです。はい。あの盤面で、てか6、1が弱いってどういうことかな ?4、6、7もありえなくないか。で俺普通に疑われ位置だと思っているんだけど、俺釣られたら負けるんで、もう1は村ロックしてます。あの場面で土俵にして、この仮に1がローだった場合、7、8の村村の戦いを北総エンデルとしたら、それはすごい性格が悪いなと思います。で、8番は、だから今の思考の順番がおかしくて、4、6がローだった場合、1が村になる。だから結局、8番さんって1番のことを村で見てるんだけど、村に見えてきましたよって発言はその前になきゃおかしいわけであって、うん、その根底があったからこそ俺のことを疑ってるんで、今の発言は思考の順番がおかしいと思います。なんか追加できない。8言ってください。
夜が更けました。人狼に気をつけてください。夜が明けました。昨夜は1名の方が亡くなりました。1番、7番のプレイヤーが発言します。はい、また俺からかよ。はい、ああ、手ができました。で、8の黒要素としては、俺のことを疑っているっていうのは1を、村で満たしてるからこその、考察であって1が村に見えてきた発言を、まあ、単純な紙からすると7、6番が7か5、クーレングって囲うことが多いからね、まさかシングラナイが黒見つけてるとは思ってないから、囲うことが多いから7番だったっていう、うん、柱やってさ、一番さんがさ、8、3しないだろみたいなさ、思考になるからさ、人気よりもルールで禁止されてなかったらしょうがないんだけど、したら俺も柱する。単純な紙だけ見ると7番になるけど、はい、まあ、9番が相当同票にして、うん、もう8番言ってください。なんかもう、まあ、普通に暇じゃすかす発言と、だらだらもう延長戦をさせない限りは9番が村になって7か8。普通に来る嘘と思いますよ。はい。8番だとすれば、で、8番の発言で多分9が8言ってるから、1番噛まれてるから7ですっていうための紙なんだ。9を残したんですみたいな発言で。単純な紙なら7なんだけど、うん、9番だったら多分遅延行為なんだけど。別に1、9どっちが残るとかそういうのは考察に言えなくていいと思ってます。はい。でも8番多分それを言ってくると思ってます。はい。8言ってください。絶対に俺釣られたくないんで。はい。以上です。8番のプレイヤーが発言します。うん、なんか7番が村な感じがしてきちゃったな、本当にな。で、9が単なる地上見しててね、それを魔女が救ってしまったってだけな感じがしてきて、本当に。だって7番に言いたいけどさ、俺1番にさ、7番が言う前に1番に俺疑われてんだよ。その時からじゃあ1番は白だって見ろって言ってんの、7番は。1番が8番が、うん、怪しいってことを、7、8、9の3人のいる中で、1番が1番の、視点の中で8番が一番怪しいって最初に言ってんだよ。で、7番がそれに便乗したような形に俺からは見えてんのね。7番そこまでは理解できるよね。で、1番は、私の目線で1番はその時に白く見なきゃいけないの？おかしくないそれって。でも7番のこの迷い方は俺無駄と思ってるから俺9行くわ。負けたらごめんって感じだけど、9がね、あ、7番がね、意見変えなきゃ負けだね。はい。9番のプレイヤーが発言します。あ、そういう感じ、そう来ます、8番さん。いや、俺普通に8番入れ続けたのは、いや、柱良くないなと思ったからですよ。なんで、私が今回って、1が7に堅くなに行ってんのに、行かない理由ないでしょ。うん、いや、8番さんなんかに、今日に関しては、まともな考察し始めたからもう7でいいかなと思ったんですけどね。もういっかな。7でいっかな。468で、いや、468。いや、468で、なんか、7番さんも言ってたんですけど、いや、申し訳ないです。頭の中だと、467で、ちょっと若干6気味なんですよ。あ、私、初心に6は絶対しないでくださいって言ったんですけど、やっぱね、柱はね、良くないよ。映っちゃうもん。そういう風に。俺一番やったのは8番が狼で、それして、負けんのが嫌だったのよ。そんなクソみたいな目で負けんのやったら8で続けただけよ。かな。私は7に行きます。以上です。まあ、負けたら2番が悪いんだから。2番の魔女が悪いんだから。
1か8に毒持ったら納得できるんだよ。普通に考えて。うん、負けたらそりゃ、2番が悪いんだから気楽にやりな。うん。投票が終了しました。普通の紙なら7なんだけどね。追放されるプレイヤーは。果たして正解は。うん、そういうことだよ。村人陣営の勝利です。あってよかったね。いや、7番さん、お疲れ。すごいカオスだ。